大津弘人、あるいは垂水弘人は、飛鳥時代の貴族。姓は作り、後君。以下は不明。続日本紀末期、第2には、文武天皇の大宝元年4月に、遣唐大通寺、大津造弘人に、垂水君の姓を、玉物府とあり、これが、唯一の弘人に関する記録である。この時の遣唐使は、秋節使、粟田正人、大使、高橋笠間、副使坂部の大分から構成されており、山上おくらも参加している。通常の目的の他に、日本という国号と大宝律令の制定を伝えるという目的をも有していた。折しも大陸では党が断絶し、武則天による州が成立していた時期でもあった。この2日後に、遣唐使たちは、廃朝している。弘人の最初の使である大津造氏は、初期末期、第6によると、和同7年6月に、一族の元旧と船人が村時世を賜っている。また、弘人が賜物組みされた垂水氏は、新鮮正史録、右京項別に、後世を載せており、豊木入彦の命四世孫が表の新地命の後なりとあって、六世孫の有馬公が、皇徳天皇の御世に、天下干ばつ。河合枯瀬の際に高土井を作り、垂水の丘はじめの水を区内に通したので、天皇はその功をよしとして、垂水公を授けた、とある。垂水氏には、左京項別に、同じ豊木入彦の命の子孫で、上野氏と同祖の、垂水氏を載せている。ありがとうございます。